こんにちは、ハッピービーです。今日は嫁と、釣れないから喧嘩をしながら釣りしてるんですけど、先ほど超大物が釣れまして、すぐに逃がしてしまいました。はい、仕掛けはですね、これ見えますかね。胴付きの、重り、途中に枝張りが出てるみたいなことで、自分で仕掛けは作ったと。でエビはスーパーで買ったかき揚げ用のエビ。これでも餌はね、もう釣り道具屋で買っちゃダメっすよ、高いから。で釣り道具屋で780円で、その倍の量入っててスーパーで280円ですからね。これ浅いね。いるぞ、いるいる。乗らないかな。ふん、乗った。なんだろう。あ、そっちも。はい、うわ、ちょっ。ああ、ラーベー、ラーベーです。そっちは？そっちは？あらら。自分で外す、これで結構でかいぞこのベル。自分で外せれる？あ、外しますけど。まあ、ちょっとどうしようかな、これうちのタヌキにやりたいんだけどな。もう、もうちょっとでかいのにしよう。よし、君はさよなら。はい。私も。はい。ちょっと浅すぎるからじゃない？いやそんなことはね。まあまあ浅いよ。わからん、あの、もうあんた逃がしてやろうと思うのに暴れたら無理だね。大丈夫？外せれる？外しましたっていうか、自分で外れました。やりよる、やりよるの。まあ、もうあげられるがままになってたけど、まあ俺もそうだけど、これは大物もいるんだよ。いるのは間違いないのよ。ベラすら当たらない。あ、当たった、当たった、当たった。乗るか乗るか。ああ、乗った乗った乗った、乗りました。プロですわ、プロ。いきます？あ、もうこれなんかあのあれ加工してタイにできないかな、これ画像を加工してさ。でもしょうがねえな。はい、はい、さよなら。もうだってなんかいるよ、ずっと。じゃあ釣れよ。だけどこれ、この続き方はもう明らかに違う、明らかにやつです。ちょっとあまりにもやつばっかりだったらちょっと場所変えるわ。だってこれ20も足してないよ。いや20メートルはあるだろう。いやもうすぐつつくね。だってほら、何？釣れた？釣れるけど、あ、これは違うでしょ。この引きは違うと。いや、ベラの大きいのだ。違う？でしたね。どうする？どうする？と言われましても、逃がすのか。ああ、でもそれは逃がしてやろうよ。
ちょっと特別でかいのが釣れたらあれだけど。でいいかと思うんだけどな、ポンタ。じゃあお前は取っておきよ、ポンタ用に。まあ、タヌキベラ食うかな。わからん、あいつ結構いいもん食べさせてもらってる。タヌキは犬科であれでしょ、雑食性が強いんでしょ確か。食べない。いや、逆でだから食べるんだ。あ、ベラの骨は柔らかいからあのいいかもね。鳥はダメなんだよね、あれ。鳥の骨とかは犬にあると。そうだね、あなたも魚を外せれるようになったんだ。今のはベラじゃねえだろう。今のはベラじゃないよっていうか、いつの間にかすごい浅瀬に来てた。ちょっと移動する。若干深くしたよ。今のはベラじゃなくて地球でした。いや、地球じゃないよ。だって引いたんだもん。尻尾をちぎってお尻から刺すと。で、腹に出す。みたいなことだよね。よいしょと。いや、エビ好きよ、好きやけど、そう、ちっちゃいエビはね、魚の餌に、あっ、はあ、どうだ、もう餌ないかな。引いた。あ、もうないね、これは。違う。うん。あ、もうないね、この深さで。しかも一口で、ああもう一口で食われとるもの。うん。いや、それはベラもいるけど、ベラしかいないってことはないから。動き出したのかな、シーンとか。うん、どうかな。網がいるっていうくらいの釣ってよ。釣ったね、エソをね。違うよ、タイを。ああ、タイね。タイ釣ったね。もう、庭中並べれるくらい。まあ、あれはもうちょっと、あの、深い棚で。薪使った。薪絵をね、使ったから。でも最後は使わなくてももう。まあね、まあ。いやー、いい天気。ね。これ釣れりゃ最高なんだけどね。え、釣れた？保護が釣れた？はい。可愛いからどうしましょう。あ、保護は、連れて帰りましょうかね、ベラって言ったんだから。そうだよね。ちょっと可愛いけど。カッサゴ、まあ保護はいいですね。ナイスフィッシング。俺の方には何も釣れんぞ、これ。可愛らしい感じだけど。いや、もう逃がしてやれ。もうそんな可愛かった今来てたわ。
なあ、餌はあるな。どうするの、逃げる？逃がしてやれ、もうちっちゃいもん。もうちょっとだ。また大きくなってからな。ほい。つまんないな。でも引くようになったからちょっと面白いかな。まあね、若干連れ出したから。でも子供ばっかしだよ。大人大人。どうぞ大人が食べますように。ああ、光の照り返しが眩しくて。来たよ。あ、また抜けた。いや違うね。なんだろう。タイじゃないな。タイ、タイではない。それは分かる。それは違う。タイはもう引きがね、最初の引きが違うからね。お腹減っちゃったな。あ、引いてる、引いてる。やったやったやった、やりました。ちっちゃいね。最初の引きはグイグイってくるんだけどな。あ、保護でーす、保護ちゃんでーす。ちょっとだけ大きくなったら、うん、ダメ、これはまだ全然ベイビー。逃がす？これ逃がしますよ。こんなベイビーはダメよ。大きくなってきてね。それぐらいは良しとしませんか？俺ちょっと心差しがでかいんよ。もうちょっとああいうんじゃないんでね。ドラグがキュ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 って出ていくようなのが欲しいの。欲しいとかそんなんで。あ、エビの頭が取れた。早っ。かわいそうじゃん。やっぱもうちょっと大きくなってから来てねって。あ、なんていなかった。あ、壊れてたんだ。あ、引くよ、引く引く。あ、止まったな。あ、あー、またやって下手くそ。上まで上げてくださいね。下手くそ。そんな上手にばっかりしてるんだ。ちょ、もうだ、あ、あ、ええー、さすがに2回食い込んだらもう餌ないよ。あ、あないよ、はい、うるさいね。はい、これでも立派なエビよね。うん、エビにはエビにはね、うん、だって普通に人間様が唐揚げで食べる。まあ確かに。おい、ちょっといるよ、いるいる、いるぜ。がっつり風裏に来てね。これ他のところ絶対風向こうの方見るけど、白波上がってるもんな。流されるよね、うんうん。今度はやるぞ。竿先に全神経を集中して。わかるんじゃない、集中してることと集中してない。いやー、しかしほんとこう水面を蹴る太陽の光がね、めちゃめちゃこう気持ちいいわ。まあ釣りっていうのはさ、釣れなくてもいいからね。あ、
タコの仕掛け落としとるねこれ。揚げて持って帰ってる。怒られるっちゃ。タコもこの辺いるんだぜ。餌変えるとね。だって岸からタコスポみたいなね。そうそうそう。いやーもうダメだね。流されたのかな。まあ多少は流されるぜそりゃ。まあ風も吹くし潮も流れてるからね。で、全然当たらない。そっちは当たる？当たらん？やっぱ1メートル違ったら全然違うだろ？あ、それは全然違う違う。だって船の上でも釣るところによって釣れる。そう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 。よく知って。まあ今日は本格的というわけではないからね。ちょっとガソリンと波の いますか。うん、いやこれちっちゃいね。とりあえず上げてみてください。いやいかん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 。まだまだ追っかけてきてはいる。加えてない。加えてないね。疲れ放題、やられ放題。そうね。もう完全に、なぶり、なぶり殺し。ああ、出てた。これ餌はないね。であげたら、ああ、餌は食われてますよね。あ、尻尾だけ、尻尾だけになっとる。ちょっと、もうちょっと深場行ってみる？釣れなくとも釣れた時にでかいのが食うっていう。近場近作戦。そうそうそう。あげる？上がったよ。上がった？じゃあ、もうちょっとじゃあ動かそうか。開いて。漁師だよ、漁師も。こんな、こんな釣れなかったら漁師2日ぐらいでもう廃業にしないと。いやー、しかしね、今日は風が強いからと諦めてたんですけど、ちょうど今釣ってるところが風裏になるところで。OK、やってみて。ちょっと深くなったと思う。おじいちゃんじゃねえよ。椅子が船の排水口に椅子の足がはまったらびっくりしてひっくり返るかと思った。船頭さんいなくなったら困るで。ああ、もうちょっと動いただけでかなり深いよ。うん、これは深い。深いのはいいんだけど。なんかありますよ。マジで？全然当たんないよ。おおお、あ、いるね、確かに。俺も今一瞬グイーって入っていった。でも一瞬だけだったよ。そう、置いといてみようか。まさか今ので餌なくなったってことはないよな。いやいや、この深さでベラはいないわ。うん、ベラ君はどこにでも出没するやつだ。ベラはね、30メートル超えると、40メートルか、超えるといなくなっちゃう。いや、
な微妙なとこだからいいよ。あれなんか竿汚れてないこれ。気のせいか。あ、ゴミか。うん、まあね。さっきの一撃でもひょっとして餌なくなったとか。あ、やっぱちょっと風の影響出てきたな。うん、ちょっと流され出した。そりゃそうだよ。ここだけだもん。他全部風吹いてるし。なんか面白いね。波が立ってるとこと、そんなに立ってない。うんうんうん。色が違う。なら、その島裏とかね。地形によって随分。疲れたはずなのにおかしいね。見なかったこと。いい天気だ。いい天気だね。いやーもうこんな日は船の上でねコーヒーだわ。知らない。タバコをねスパスパ吸っても大丈夫な頃だったら最高だったのにな。いやーなんか眠たくなってきた。もうねサムクックでも聞きながらねジンを船の上で飲むと。至福の時よね。ダメですな。なんかこうメリとハリがないよね。まあでも釣りってのはさ、すごいの釣れましたみたいなね。そんなもちろんいいんだけど、本来釣りの楽しみはね、海を見ながら、竿先を見ながら、釣れない時をこう、過ごす。これがもう釣りの醍醐味だから。まあ、これ来週ぐらいに、もしまた、その風がないような日にね、ちょっと本格的にタイの釣れるとこまた行って、今度は巻き持っていこうぜ。絶対。ね。うん。負けがありゃね、もっと超過望めるから。まだいっぱいあるから。もったいねえから今日全部は使わないぞ、エビ。ご覧ください、皆さん。釣れないんで、釣り場の風景をね、ぜひご堪能していただければって。どうです？綺麗でしょ？魚を釣ることだけが釣りじゃないんですよ。釣れなきゃ釣りじゃないけどね。これねちょっとね どの角度まで上げたら島の全体が見えるんだろう、ね、というわけで、なかなか釣果望めませんでした。ちょっとでかい魚の絵面が取れなくて申し訳ない。というわけでピビでしたと、嫁さんでした。さよならは？さよなら。台本読んだようなさよならじゃん。